ってるの熱いな、この店。何ですか、セリキ。何だろう、考えてみて。ちゃんと。あ、落ちて。ああ。でも、あ、そうだ、そうだ、そうだ。人がいるところで伝えたい。ああ、へえ。あー、素晴らしい。バレそうみたいな。あー、いいね。営業中とかしたい。あー、そういうですね。いいね。夜の経営者のそういうのちょっとテンション上がるですね。いいね。そんなことしてんの。いや、いいっすね。めいちゃんは、みんなめいちゃんだけど、こちらのめいちゃんは、私、なんか愛されたい。おお、急に真面目になって、やっぱ100人以上やった女は、最後は愛です。いや、なんかつまんない意外に真面目みたいな一番。ああ、してえ、永遠と好きめいちゃん多分ドイツっぽいからドイツっぽいから、なんか自分がなんかしてあげてる時になんかあえがれると思います。他に何か思います。じゃあ次行きますか。どんどん行きますか。まだちょっとしますけど、お客さんが彼氏になったことがありますか。あります。みんな夢あるじゃないですか、見てる人は。どうですか、ね、3人ともあるんですか。あ、うん、あるんですね。かっこいい男性いっぱいいますね。え、まだ真ん中の愛されたい天使めちゃんは。いや、黙ってたら滑ってるから。じゃあ、ないですか。天使めちゃんだけど、お客さんで、今までないですか。あるんですね。でも、まあ、お客さんカラーですね。カラーだよね。いや、カラーって言い方が、お客さんはね。まあまあ、確かに、それ大事ですよね。はい、出会いはお客さん、帰りはお客さん。どうですかね、みんな週末、週末じゃない、休日はネットフリックス見て休憩してますもんね。うん、鬼滅見てるからね。そうそう、鬼滅見てる。見て、やっぱ夜の人って結構そういう感じですよね、意外に。まあそんな、やっぱお客さんからですよね。思う。なんか、じゃあお客さんからもらった最高のプレゼント、なんすか、最高額のプレゼントとか言えます。あー、家とか、車とか物って、時計とか物じゃない。なんで物以外何なんですか。それで運転のコピーが、あー、それくらいぐらいか。ちょっと上に教えてくれても。あー、一生かかっても、いや、稼げない。一生稼げない。人の感じにしてってこと。いや、いくらです。経営者全部でも売り上げ。そうだ、あー、なるほど。売り上げに、このように売り上げの方が。どちらが嬉しいですか、皆さんは。物もらうと、やっぱ、いや、だっていろんな人からもらったらずっとつけなきゃいけないじゃないですか。いや、そう。現場だったら、うん、ちょっと面倒くさくなったら嫌だな。そう、なんかこう、物質交換みたいな。ああ、なんかそうですよね。これ見てる方多分、シャンパン入れてきますから、マジで。けどやっぱさ、みんななんか結構言うよね。10年超えてるから。やっぱ10年もやる。みんなめっちゃ言う。そしたらなんか、いいお客さんってどんなお客さんですかね。なんか自分たちのいい悪いちょっとこれでなんか真摯なお客さん増えたら嬉しいじゃないですか、ね、心から楽しんでくれてる。おお、お手本じゃないのね。確かに。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。ちょっとでもこっち側から言うと、うん、まだプレイヤー側から言うと何も言わずにただただたくさんお金を使ってくれて、うん、じゃあまた来週ねとか、人が一番かっこいい、かっこいい、かっこいい。何次、いつ、ね、次ご飯行く、いつご飯するかっこいい、かっこいい。やっぱり神じゃない。連絡しなくていい人はいいけど、いい業者だけ今日いる、業者だけ、今日出勤。でもなんか僕ダメだと思うのは、金持ち自慢のカフェパリがダメだと思うんですよ、一番。金持ってるアピールして、カフェパリみたいな、いらないみたいな。いますよね、金持ちの人だったら、入れろよみたいな。なんか飽きたんだよね。いや、回んないみたいな、もう。あんなジュース、これ嫌だと思うんだよね。当たった方がいい。結構嫌だと思う。いや、そう。カレーパリ作ってたら怒ってるんですよ、今。多分カレーパリ作ってめちゃめちゃ。いや、確かに。でも飲みますよね、カレーパリ。いや、美味しいです。いや、美味しいです。青りんご味。青りんご、いや、いいですよね。急にほら。若い子にまあ、そう、若い子はリーズナブルでね。全色揃えるとか。ああ、全部ね。だったらアルマンドにしろってなるじゃないですか。だったらアルマンドにしろってなるんじゃない。やっぱりこう、じゃあ1人1本とか。いや、それもアルマンド、アルマンドの方が効率いいっていうか。うん、買い替え割って言ってるわけないですからね。あれがすごい。買い替え200本入れられたことある。それフランス版だけのブドウなくなりますよ、200本入れたら。だったらいいんですよ。だったら200本なくなる。それでも戻って
にならね飲まないし、使い回す。使い回す。使い回す。え、何がいいか。仕入れたの。仕入れをやってくれた。店に気づくよ。あと僕思うの一番ダメだと思うのはアフター狙いのワンセットとか、あ、最後最後滑り込んでくるみたいな。ワンセットならまだいいけど、いや、それなんか入れろみたいな。いや、なんかギリ30分くらいに行きたいから狙ってやった。気もしない方がいい。あ、気もしないでいなくなる。天使めんちゃん、なんか私ナイスバディなんでとか言ってたんで、いや、この間酔っ払って記憶ないかもしれないですけど、自分で私はナイスバディだからって僕に言い張って、うわーみたいな。でもこの前服着てたから普通の、だから全然見えなかったんですけど、ちょっと最後ナイスバディ教えてもらってですか、皆さん。いいね。最後、最後、おい F カップです。おお。サムネ、ここ使おう、サムネ。いや、この後にはないよね。F1 かってことで。 F1 か。まあそんな感じで今日は終わるんですけど、ちょっとまたなんか企画しましょう。めいちゃん、3人めいちゃん、お願いします。しかもなんか今僕残業応援大使やってるんですよ、北海道。残業大使だからみんなで残業食いに行きません。残業大使1万円使えるまで帰りませんみたいな。残業マジできついっすよ。だからなんかそういうのみんなでやりません。人数いて、まだ人数いるから。メイズバーガー残業したくなる。いやいや、残業さん行きましょう。残業さん、はしごしに休み合わせるんで、僕食べてたら全然パクパク食べる。まあそんな感じでいいっすかね、今日も。でまた3人と出てくれっていうことで、じゃあ終わりますか。終わりますか。ありがとうございます。皆さん、合言葉絶対集中。バイバイ、またね。